様こんにちは。タロット歴25年目のモセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、このね、黙々の煙、今聖地で浄化をしております。はい、今目の前に見えておりますのはひな祭りはい、今日はですね、ひな祭りリーディングということで、この先というかね、今日見ていくのはこの1年っていうことなんですけれども、で、私に訪れる運命の出会いはということをね、今日はね、ロマンチックな内容を見ていきたいと思います。まずこちらのカードで、まあ、12ヶ月のね、流れを見ていくんですけれども、ここね、重要です。少し、聞いていただければ幸いです。まあ、12個、ね、今からこう、部屋を12枚のカード、プラス中心のカード、全部で13枚出していくんですけれども、このカードで、いわゆるね、まあ、7番目の部屋。ここの部屋と、特に注目今日したいのは、この7番目の部屋と、5番目の部屋、そして4番目の部屋、そして1番目の部屋、ここのね、4つを特に今日は注目していきたいと思います。このね、7番目の部屋っていうのは、ズバリ結婚とかパートナーっていうのを表すんですよ。なのでここに出たらもう運命の人だよねっていう感じです。いいカードが出たら。で、そして5番目の部屋、5番目の部屋に出たら、ここはね、恋愛の部屋なんですよ。なので、恋愛から結婚につながる可能性あるよねっていうこと。そして4番目の部屋っていうのは、ここはどっちかっていうとですね、ご両親が喜ぶ結婚なんですよね。固い結婚っていう感じかな。なので、こうお見合いとかそういう可能性がある、そういうところからの出会いがあるかもしれない。あとはここの4番目の部屋っていうのは、家っていうのを表すので、もしかすると、ね、運命の人と今年は同棲という流れから始まる人もいるかもしれない。そして1番目の部屋、ここは、見ていただいている皆様自身を表す部屋なんですよね。で、ここにいいカードが出るということは、皆様の魅力がとても高まってるよということ。なので、1年間の流れを見ていくんだけれども、特に4つの部屋をよりこう、注目して今日は見ていきたいと思います。そして、あとですね、これで、運命の人の星座をね、見ていきたいと思います。で、これがね、1から12まで数があるんだけど、例えばなんだけど、わかりやすいのが、じゃあ、例えば1にします。例えば、これは今日2回カード、あ、2回じゃない、2回サイコロを転がそうと思ってるんですけれども、例えば、ここにお羊座のここが1って出たら、例えばですよ、4月1日生まれとか、4月11日生まれとか、4月21、31とかね、そういう感じで見ていただけたらと思います。これは2回、振っていこうと思ってます。ね、これでね、出たらいいなと思っています。星座と、あとね、まあ、日にち、生まれた日にち。なんかね、これがね、見ていけたらと思ってます。あとは、このね、イニシャル。お相手様、ね、今年出会う運命の人。ね、例えばここ C と出たら、例えばね、C さん。ね、例えば、まあね、女性で言ったら、例えば、千春さんとかね。なんか、クリスティーヌとか。いわゆるこう、お名前、ニックネーム、あだ名、名字。なんかね、その可能性があるよっていうことで、このカードはね、お名前の方はね、3枚引いていこうかなと思っています。なので、こちらのカードで12ヶ月の流れを。そして、生まれた星座とか、ね、なんか運命の人の日にち。ここね、なんか当たったらいいなと思います。あとはその人のイニシャル。おお、今日はね、見ていきますよ。ということで、はい、選んでいただきたいの。今日はね、3つのボトルご用意しております。
1番の方ゴールド、2番の方ピンク、3番の方ブルーです。じゃあさ、ね、今日はひな祭りリーディングということで、皆様の運命の出会い見ていきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のゴールドの方見ていきますね。今日ね、光の具合が少しね眩しかったら、ちょっと照明を調整させていただきますので、はい、じゃあゴールドの皆様のね、この1年で運命の出会いね、いつあるのか見ていきたいと思います。はい、じゃあ見ていきますね。まずは、はい、これがね1年の象徴。なるほど、なんか今ね恋愛の最中なのかな、もしかするとね。はい、そして、うんうんうん、なんかね今のね恋愛をねちょっとね表してるような気がするな。複雑な恋愛中の人、お、すごいよ、ほら見て、ここね今さっき言ったね7番目の部屋、結婚のところにトラストが出た、これはすごい。お、アトラクション、お、ハネムーン出ましたね。なるほど、はいはい、おお、新しい恋と出てますよ。おお、はい、恋愛の部屋ね。子供のカード、ケミストリー、おお、はい、はい、まずねこれね12枚カードを並べさせていただきました。これがね、まず、今の現状、これね、今の現状をね、表しているような気がするので、お伝えをね、させていただきます。うん、あのね、ゴールドのボトルさん、今、複雑な恋愛をしている人いるのかな？なんかこうね、とってもね、苦しそうな気がするんですよ。お相手様に家庭があったりとかね。こう会社の上司とかかなに恋をしてたりとか、会社の上司と複雑な関係、まあ不倫とか、こうそういう風な方がもしかしたら多いのかなっていう感じがする。でゴールドのボトルさん自体が一人暮らしのような気がするんですよね。で案外こう家の中ではこう切ない思いとか、寂しい思いをもしかしたらしてる人がいるのかもしれないと、まず思いました。まず思った。ただね、ただね、これね、良かったなって思ったのが、まずね、ね、今さっき言った7番目の部屋、ここね。ここは、もうズバリ結婚とかパートナーを表すんですよ。で、もしかするとなんだけどね、今、ゴールドのボトルさんが恋愛をしているあの人と、もしかするとあの人がゴールドのボトルさんの結婚相手になるかもしれない、なるかもしれない。でもしくは新しい出会い、本当にこういう、こうもう精神的にお互いもうなんかもうとっても絆が結ばれてるような、こういう人との出会いも考えられるよってまずね言っています。もうねこのね結婚の部屋にズバリ出たよって感じで、これはねものすごくいいと思います。そして今さっき言った恋愛の部屋、ここ5番目の部屋ね、ここが1番目の部屋なので 1,2,3,4 ここが5番目恋愛の部屋で、6,7 ここが結婚とかパートナーの部屋なんですけれども、恋愛の部屋もねとてもね色っぽいカードが出てるんですよね。だからもしかするとね、恋愛から結婚につながるような人っていうのもいるかもしれないんだけど、なんかね
これ今年出会う人っていうことでも言えないんだよね。もしかすると今すでに出会ってる可能性もあるので。でもこれからの1年っていうのがまずは結婚につながりそうな、そういう人、なんか今でも続いてるかもしれない、これから出会うかもしれないっていう感じがね出てるんですよ。でね、8月、時期で言ったら、そうね、ちょっと待ってくださいね。時期で言ったら、2月、3月。特に3月がむっちゃくちゃいいです。むっちゃくちゃいい。3月がものすごく良くて、2、3が良くて、あとは8月。あとはね、10、11月。この時も、ゴールドのボトルさんにとって、運命の出会い、結婚につながる出会いの可能性がある。この中でね、特に大吉。もうこれすっごいおすすめだよっていうのは、3月と、ああ、いいカードがいっぱい出てるな。3月と、8月、11月かな。特にいいのが。特に特にいいのが。3、8、11。この時はすごく良さそうで。で、ね、2月。ね、もうちょっとで2月終わるんだけど、2月、あとはね、これ、来年の2月って考えていただいてもいいかもしれない。2月と、5月も悪くないんだけど、まあね、これがね、吉というのであれば、2月と、10月かな。この時期がね、運勢的には、吉から中吉ぐらいの間かな。なんかね、一番いいのがやっぱりね、もう一回言うんですけど、3、8、11なんですよね。で、それが良さそうで、で、もし今現在、復縁したいあの人がいる、仲直りしたいあの人がいるのであれば、ちょっと待ってね。仲直りしたいあの人がいるのであれば、一年を通じて和解とか仲直りとかはできそうなんだよね。できそうなんだけど、時期、時期、時期。そうね、こう。ああ、でもやっぱりね、絆が強まるの3月かなーって気はする。特にここは調節ね、大吉のカードが出てます。もうね、もう一回声を大にして言いたいんだけど、むっちゃくちゃいいカードが出てます。結婚の部屋にトラストが出てる。素晴らしいです。っていうことで、まず言いたいです。そして、じゃあ、こちらのね、サイコロを2回振っていきたいと思うので、まあ、どの星座の人なのか、何日生まれなのか、それをね、ちょっと見てみましょうね。今ね、ぐる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 してます。じゃあ、まず1回目。1回目です。はい、ゴールドのボトルさんの1回目。はい、牡牛座。牡牛座、5月の11日生まれ。もしくは5月の21日、31日生まれ。これね、私メモ取ってないので、今から2回目投げるので覚えてないので、よかったらメモしといてくださいね。5月の10、牡牛座ね。5月の11日生まれ。まずね、これが出た。じゃあちょっと2回目、ね、投げていきますね。さあ、どうでしょう。さあ、2回目、ゴールドのボトルさんの運命の人の誕生日教えてください。あ、また牛が出たよ。牡牛座、再び牛ですか？みたいな。牛のね、今度はね、これ6って出たんですよね。5月の6日？いや、なんかすごくないですか？ 5 月の、なんかね、6から今さっき11って出ましたよね。もしかしたらそのあたりの人、6から11日前後生まれとか間の人とかかもしれないね。牡牛座だよ、みたいな。おー、はい。5月の6日。16日、26日生まれ。あ、牡牛っていうか5月ね。おー、まずね、これが出ました。なんか、ゴールドのボトルさん、牡牛座。なんかね、ご縁があるのを牡牛座って出た。じゃあ、あとは、こちらから、
ね、あの人の運命の人のイニシャルをね、これはね、カードをね、3枚取っていきますね。はい、じゃあね、これをね、3つに分けていきます。はい、じゃあね、このカードと、よいしょ。じゃあ、これで見ていきますね。はい、じゃあ、さ、ゴールドのボトルさんの運命の人のイニシャル、C、B、C が2つ出たね。はい、C と、B さんと C さん。はい、このね、イニシャルが出ました。なんかこう、特に強烈に出てますね。お牛座さんと C さんね。おー、これかなりこれ、ね、2枚も出ましたよ。はい。さあ、いかがでしょうか？何かこうね、ピンとくる人いるかな？うん、C さん、B さん、ね、B さん、別府さんとかね。まあ、C さん、今さっき言ったけど、千春さんとかね、なんかこう、名字、名前、ニックネーム、あのね、もちろんね、あの、何でも大丈夫なんだけれども、はい、お牛座の方、そして C、B、C さん。はい、そして、もう今年はね、とにかく私は、結婚につながるご縁、もう運命の人に、きっとね、これはね、あ、出会ってるかもしれないですよ。出会ってるかもしれないんだけれども、新しい出会いとしても、むっちゃくちゃ考えられる。3月、8月、11月、この出会いをぜひとも、こうね、取り入れていただけたらと思います。はい、これがゴールドのボトルさんでした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあピンクのボトルさん、お待たせしております。今日はね、ひな祭りリーディングということで、運命の人のとの出会い、それをね、見ていきたいと思います。まずは、はい、なるほど、うんうんうん、はい、まずこのカード、おー、もしかしたら今現在、あ、見ていただいているピンクの皆様、ご自身にお子さんがいらっしゃる方とか多いのかな、もしかするとね。ハネムーン出ましたね。はい、ここが、うんうんうん、なんか気持ちが通じるって出てますね。はい、あら、過去からのあの人とのご縁がつながるのかな。なんかね、おー、出ましたね、ベリースーン。なんかね、過去からの人がね、ご縁がね、つながる人もいるかもしれない。飲み会とかかな？なんかそこで出会いそうな。とか同じ会社の人とかね。あ、なんか待ってるって出てますね。出ました。エンゲージメント。出ました。おー。はい、なるほど。今回特に注目したい部屋は7番目の部屋、5番目の部屋、4番目の部屋、そしてね、この1番目の部屋、これをまずね、一番注目したかったんですね。で、注目したかったんだけれども、今このね、12ヶ月の流れで見てると、まずね、話が合う人、
ピンクのボトルさんにとって運命の人っぽいです。そして時期がね、まずね、ここがね、紹介。あとは、ここね、6番目の部屋って言って、まあ、自分の健康とか、あと雇用関係っていうのを表す部屋なんですよね。なので会社の同僚とか、なんかね、そういうところから恋が生まれる可能性があるかもしれない。これが4月ですね。で、6月、もしかしたら、お相手様が、例えば、バツイチとかで、例えばお子さんがいらっしゃるとか、もしくは、ピンクのボトルさんにお子様がいるっていう感じで、なんかね、そこから恋が始まるのかもしれない。そしてね、7月、過去からのあの人との縁が再びつくと出てるので、もしかするとここはね、復縁。復縁の可能性がすごくあると思います。そして、なんかね、運命の出会いっていうと、実はね、今月、2月。これね、今月とね、あと来年の2月って考えていただいて大丈夫です。どっちだろうね。これね、両方大丈夫ですよ。両方大丈夫。なので、いわゆるね、この1年で運命の人に出会うのはいつか。今年の2月か、もしくは、ちょっと待ってね、2月か、9月、11月、来年の1月、2月。これが運命の人に出会う時期。いやー、これね、出会いそうです。で、もう一回言うんですけれども、ここでね、復縁の可能性っていうのがあるから、もしかすると、例えば、7月、復縁したいあの人と復縁ができた。そうすると、トントン拍子であの人と、例えば、次のステップ、旅行に行ったりとかですね。そういう人もいるかもしれないし、もしかすると、来年の1月、婚約をするとか、あっという間に結婚するとか、そういう人とかもいるかもしれないっていうふうに考えていただいて大丈夫。これはね、強い出会いっていうのは、私はね、今のところ、2月、9月、10月、来年の1、2、ここがとっても強いと思うんだけれども、今月ね、まだね、あとね、数日あるし、楽しみですよね。で、それからはね、時期がもしかしたら人によっては、半年ぐらい空いちゃう人もいるかもしれないけど、きっとね、これは復縁も新しい出会いも、これはね、両方可能性がね、まずあると思う。そして、お相手様とね、きっとこれはね、心が通い合う人、きっとね、あったかい人なんじゃないかなっていうふうに、まず出ました。まず出た出た出た。じゃあ、今から、こちらのね、ダイソーを使って、運命の人の星座とか、生まれた日 それをね、見ていきたいと思います。このダイスはね、2回投げていきますので、じゃあ見ていきますね。はい、ピンクの皆様の運命の人。サソリ座。よいしょ、サソリ座の、これがね、6日生まれ。なので、11月の6日、11月の16、26、生まれの人がまず可能性がある。サソリ座の人ですね。サソリ座の人と、あとね、もう一回、振らせてくださいね。サソリ座か。サソリ座の人とさ、あと一回振っていきます。牛がよく出ますね。お牛座、牛ね、これ。お牛座の3日生まれ、ゴールデンウィークだね。5月の3日、5月の13、23生まれ。ああ、両方不動球か、サソリと牛ね。はい、これがね、まずね、運命の人のようです。運命の人のようで、あとは、あの人のね、イニシャル。運命の人のイニシャルも見ていきたいと思います。お名前、名字、ニックネーム。なんかね、どれか、なんかね、ヒントになるものが出たらいいなと思ってます。
じゃあこれをね、3つに分けていきます。はい、じゃあ見ていきますね。Jさん、Pさん、Tさん。さあどうでしょうか。例えばね、じゅんこさんとか、じゅんいちさんとか、PPP、PPP。ちょっとね、今私 P ちょっと浮かばなかったんだけど、あとは T さん、智子さんとかね、智弘さんとか、例えば高橋さんとか、 PPP もしかしたらね、外国人の方かもしれないし。ということで、うん、星座とね、水座はね、牡牛座とさそり座って出て、あとはアルファベットは J、P、T、 このアルファベットが出ました。なんかね、もし復縁したいあの人がこうなんかね、重なってたらいいなってね、嬉しいですよね。重なったらいいなっていう風に思いながら出させていただきました。今回はね、ハネムーンとエンゲージメントが出てるから、これはかなりかなりご縁が強い人と出会うのではないでしょうか。はい、これがピンクの方のリーディングです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあブルーの皆様お待たせしております。ブルーの皆様にとっての、はい、ひな祭りリーディング。運命の出会いはということで、はい、今日はね、見ていきたいと思います。はい、じゃあ開いていきますね。おお、強いカードが出ましたね。はい。友達からの紹介話もあるのかな。おお、ここであなたは本命ですというカードが出ました。なんかこれお見合いとかもね、すごく良さそう。はい、そしてここが仲直りのカード。はい、そしてここが。ペイアテンション、おー、ベリースーン出ましたね。8月ですね。はい、リトリート。おー、なんか678いいですね。あら、ここもいいカード。2月ですよ。うん、おー、これはすごい。恋愛の部屋にこのロマンチックフィーリングス、今年ラブラブですね。うん、ラブラブ。なるほど。あ、5月から良くなるんだ。うんうん、 OK です。おお、ここでニューラブも出てる。はい、ね、まずはこれね、1年の流れね、出したんですけど、ですね、どっちかっていうと今年の運命の出会いは、あのブルーのボトルさんがこう一目惚れとかね、こう絶対こうあの人に頑張りたいみたいな、そういう魅力的な人に出会いそうで、これね、突然恋に落ちそうなんですよね。5月ぐらいに、もうこれお互いこれ一目惚れですよね。5月、恋愛の部屋でロマンチックフィーリングス、すごい。すごい、すごい。そしてね、これまずは、ね、出会いってことで考えると、5、6、7、8。そして来年の1月。あ、でもね、今月もいいんだよね、2月。
これ今月の2月、もしくは来年の2月って思っていただいていいので、もう一回言います。今年の2月か、5、6、7、8。来年の1、2がよ、いいですよね。で、このね、春から夏。いや、むちゃくちゃいいですね。特に運命。いや、これいいな。運命の出会い。時期で言ったらね、5、6、8。え、こんなにあるの？みたいな。いや、ありますね、これはね。うん、あるある。もうね、なんかあなたが欲しいみたいな、そういう魅力的な人に出会いそうなんですよね。で、もしかすると、例えばね、新しい人に出会ったとする。あ、例えばね、新しい人に出会ったとして、例えば昔の彼氏とか昔の彼女とかと、例えばこう、仲直りした、ね、できるかもしれないんだけど、なんかこう、そこでね、もしかすると、新しい人と昔からの人で、ちょっと悩んじゃったりすることがあるかもしれないですね。もしかすると。これはね、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、もしかしたらそういう可能性があるんだけど、でもね、もう、いやー、いいですね、これ。むちゃくちゃ楽しみです。むちゃくちゃ楽しみ。もうね、これはあるよ。あります、あります。でね、気になるのが、なんかこう、友達の例えば、なんかこう、友達に近い人、友達から恋人に昇格するっていうのは、あんまりこれおすすめじゃないのかな。でも友達からの紹介はいいって出てるんですよね。なんかこう、例えば男友達、女友達からっていう感じとはちょっと違うみたいな気がする。じゃあ、今からね、ダイスを使って、はい、じゃあね、お相手様の生まれた、まあ、星座とか、なんかね、誕生日というのを、はい、こちらのダイスで見ていきたいと思います。じゃあ、ブルーの皆様の運命の相手。はい、これがね、出たよ。カニ座の11だね、これ。はい、だから、カニ。6月。11？カニ、6月。6月11。お、待って、カニ座って、ちょっと待ってくださいね。今なんか6月と7月どっちだと思って。なんかね、どっちもね、カニ座ですもんね。ちょっと待ってね、6月が。生まれの可能性もあるんですけど、太陽がね、蟹座に移るのは6月の21日なので、でも今のところこれね、蟹座って出ていて、まあ、11日と出てるので、今のところ7月の11、7月の21、7月の31、7月の31、の可能性がね、まずあるのかなと思いました。7月の31日は獅子座にはなるんだけれども、そう、せ、あの、日にち的には7月の11、21、31の可能性と、はい、あとね、もう一回、いきますね。さあ、ブルーのボトルさんを、はい、今度はね、お羊の、はい、これね、6が出ました。お羊の6だから、4月の6日？ 4 月の 6？4 月の6日か、4月の16、もしくは4月の26日生まれと思っていただいていいです。はい、じゃあね、運命の人のアルファベット見ていきましょうね。はい、じゃあ、カードをね、3枚取っていきます。お名前、イニシャル、ニックネーム、そこでね、何かヒントになれば幸いです。
う少しシャッフルをさせてください。はい、じゃあ見ていきますね。3つに分けていきます。はい。はい、じゃあね、アルファベットお名前見ていきますね。さて、ね、N さん、N さん、はい、そしてね、R さん、ね、レイコさんとかね、リュウスケさんとか、リュウノスケさんとか、あと F、フミヒコさんとか、フミコさんとか、はい、アルファベットはね、N か R か F と出ました。さあ、いかがでしょうか。はい、あのね、出会いはね、もうなんかこうすごいなんかね、強烈な出会いがね、あのね、この5月6月てか、この夏すっごくいいと思うんですよね。初夏から夏にかけてというカードが出ました。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。